今日は眠いね。ただいま夜中の2時15分でございます。もう完璧に顔が疲れ切っていますけども、こんばんは。まあ、髪色をどうこう撮ってるわけなんですけども、足目なんかすごいね。すっげえ足目ですね。思ってたよりもこっちがこれぐらいの長さで、こっちがね、フェイスラインまであるっていう、がっつり足目の赤髪です。ちょっとね、髪を切ってからちょっと前髪の分け目の位置が分かんなくなってきてる。まあ、とりあえずどこでもいいですよ。ちょっとおかしいかな。うん、おかしいな。まあいいわ。横から見たら、なんか、もう黒がすごいですね。なんか、黒と赤みたいな。そのまんまだね。色がね、あまり落ちないんで、すごい羨ましがられました。羨ましがられるというか、なんで落ちねえんだよみたいな感じで、ちょっと逆ギレされましたね。もう非常に意味がわからない。やっぱ黒はね、何でも合うんで、しかもね、黒と赤って最強の組み合わせですよね。なんでプリンが目立っている髪にも、最強の色という。次の日行ってみよう。今日ちょっと結構ね、動いたんだけど、動いて汗をちょっとかいたんですけども、汗が、こう、顔面に滴ってくるんじゃないですか。それで、ちょっと顔が赤くなっていましたね。このマニパニのおかげで。まあ、汗をかくと、ベタって髪がね、つくじゃないですか。皮膚に。で、それで、その汗で色が落ちて、肌につくっていう。赤い汗は怖いね。まあ、色落ちはまだ続くでしょう。だって、落ちてないもん。目怖くないもん。で、後ろも見たらわかると思うんですけど、まあ、あれですよね。黒髪がすごい。地毛がだいぶ生えてきて、ブリッジも、最後にブリッジしたのいつだっけな。だいぶ前だと思うんですけども、それから結構な量の黒髪が生えてきました。まあ、地毛はね、黒なんで。